それでは試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還です。勝利した選手に株式会社ヒューマンリソース様より勝利者賞がございます。Thank you.
ださいよだけyeah。
Thank you.
そして株式会社ヒューマンリソース様より勝利者賞の贈呈でございます。レジーナ、おかえりなさい。宮崎さん、宮崎さんとのタイトルマッチがあなたを超えることが、こんなにも長い試練を神は与えるんだと。正直この自粛期間中、いろいろまだまだ宮崎さんを越すには早かったんじゃないかとか、私がチャンピオンとして宮崎ゆきに挑戦するということが早かったんじゃないかとたくさん考えてきましたが、今日やってよかったです。本当はもっと宮崎ゆきの力、本当の力は私は知ってるから、このコロナの影響で会場全てが使えないというハンデ、これだけがきっと宮崎さん後悔してるんじゃないかなと思いますが、今日で最後じゃないと思ってるので、会場もお客さんも万全で楽しくプロレスが見れて、私たちもやれるとき、もう一回やりませんか。もちろん今日と同じように私がレジーナとして宮崎さんの挑戦受けてあります。今日はありがとうございました。ということで、本当に15歳からお世話になっている先輩を超え、3度目の防衛をした私は、本当に今自分の中で自信になって、この女子プロレス界最強なんじゃないかと思ってます。なので次の防衛戦の相手決まってないんですけど、そういえば8月16日から、これも待ちに待ったキャッチ・ザ・ウェーブが開幕となるわけですが、今回キャッチ、私レジーナ出場しません。レジーナとして誰が今年のキャッチ優勝するのか、誰が波女になるのか、じっくり見させていただきたいと思います。出場選手はまだ決まってない、はい、決まってないということで、8月16日、ヒロエの引退とキャッチ開幕、皆さんお楽しみにしててください。今日はありがとうございました。はい、閉めます。はい、ということで、見ました。大丈夫ですか、ヒロトさん。ちょっと試合見てなかったんですけど、大丈夫でした。大丈夫じゃない。でも、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さん、ウェーブの皆さん、リングに上がってください。
はい、ということで、今日は七夕ということで、彦星は誰ですかね。知らねえよ。彦星は誰ですかね。ということで、皆さん素敵な七夕の夜に、まだあと何時間かあるのでお過ごしください。私が今とても幸せなんです。この幸せ皆さんに分けるので、はい、そうですね、この幸せみんな受け取ってください。ということで、私がこれがって言ったら、皆さん右手を大きく突き上げて、程よい声量でウェーブだと返してください。いきますよ、拍手。お疲れ様でした。ありがとうございました。3度目の防衛に成功しました。はい、正直相手が宮崎さんということで、まあもちろんベルトを守るということは当たり前に頭にあったんですが、やっぱりそうです、15歳からお世話になって、一度離れてもまたこうやってウェーブっていう団体で共に過ごしてきた先輩を超えるという方が、まあ、超えたという方が私の中ですごく今は大きいですね。すごくすごく嬉しいです。そして根元4月1日にやる予定だったのがここまで伸びて、なんでしょうね、無事やり遂げた宮崎さんとの試合ができたということが何よりも今、なんだろう、自分で安心してるのかな、なんか不思議な気持ちなんですけど、きっといつ試合ができるか分からなかったという思いから、今試合をやり遂げれたことがすごく嬉しいです。はい、ちょっと何言ってるか分からないですけど大丈夫。はいはい、王者として、まあ、マミオンの3番。そうですね、はい、今年のキャッチどうしようかなってすごい思ってたんですけど、これももう3月ぐらいにはもうキャッチ出ずに、まあ、今年のマミオンになる人をじっくりと見たいなっていう思いはあって、会社にも行ってたんですけど、まあ、そのコロナの影響でキャッチ開幕も延期になって、楽しみにしている人たちをがっかりさせてしまっている中だったので、ここで私が不参加よりも参加した方が面白いんじゃないかなって思ったりもしたんですけど、やっぱりレジーナとしてじっくり波読んだになる人見たいなという思いが強いので、今回は辞退させていただきました。宮崎新宿から流れても結果的には新宿っていい形で、そうですね、はい、本当にもうただ本当一つ残念なのが、宮崎由紀というスタイルは本当変幻自在っていうのをやっぱり隣で背中を見てきたのでよく分かってたので、きっと会場すべてを使えない中で試合をするって、宮崎さん自身はなんか制限のある中での試合だったのかなと思うので、なんかそこだけがやっぱりきっと本当はもっとすごいんじゃないか、もっと会場がフルで使えたら私はどうだったんだろうとか今すごい思うので、そこだけがちょっと引っかかるので、なんていうんですかね、越した越したわーいって喜ぶよりは、またなんでしょうね、本当にもう本当になるか分からないですけど、コロナが落ち着いてというか、まあ、落ち着いてですね、落ち着いて、会場ももっとお客さん入れるようになってっていう中で、また改めて宮崎さんと試合をして勝って、そこでやっと超えたと大きく大きな声で叫びたいですね。リングでまずお帰りレジになってくれました。そうですね、もうこの子もなんか
4月1日タイトルマッチだったのが流れて流れてだったので3ヶ月が試合しなかった間チャンピオンっていうのがやっぱり試合をして頑張ろうと思ってるのでなんかただの飾りになっていくのがすごく嫌だったので今日タイトルマッチをして改めてなんていうんですかねチャンピオンベルトとして戻ってきてくれたというかっていう思いでお帰りって言いました。はい。